地域で活動する市民団体と住民が交流し、町を活性化させようというイベントが川崎市の宮前市民館で開催されました。子どもから高齢者まで多世代で楽しめて、みんなで宮前区をより住みやすい町にしていこうというこのイベントは今年で15回目の開催となります。会場ではボランティア団体や趣味のサークルなどが普段の活動の様子を紹介するブースを開設。木工クラフトを楽しむブースでは、やじろべえ作りのワークショップを行ったり、手作りのピンボールゲームなどで来場者を楽しませていました。特別企画40歳だよ宮前区のコーナーでは、地域の歴史を振り返る写真を展示し、かつて鷺沼駅前にあったプールの様子などを紹介しました。ステージでは区内で活動する音楽サークルなどが発表を行い、健康長寿のためには仲間と一緒に趣味を楽しむことだとアピールしました。今年のテーマ、愛、愛、愛ましょうなんですけれども、多くの方がみんな自分たちで力を出し合って作ってきましたので、そこがまさに皆さんの出会いの場で、知らずにいらした来場の方たちも含めてみんなで出会って楽しんでいただけたら、それが一番いいなと思います。全部楽しかった。普段やっぱり関わり合いのない方に生の音楽も聴かせてあげることができたので、すごく来てよかったです。